今からどこ行くんですか？アスカの湯。アスカの湯ってここだっけ？よいしょ。ここか。ここでお金払うんじゃない？うん。ここのゼロライトはこの白い冷凍みたいな、これはあのあれなんです、三日崎っていうところのあの紙すきで、よくわからないけどすごいということが伝わってきた。うちのロボでアスカの湯、昔は湯水で湯煎と書いて湯を取ってますですね。法隆寺の館長さんの大野源明さんの方に書いていただいて、うちのロゴになっています。すごい。こちらがね、この大広間になってまして、あれ6畳あって、大体50人ぐらい入れます。個室っていうのは5つありました。でそれぞれの部屋があの伝統工芸品の部屋になってまして、これあのアクリル板に漆でですね、書いてもらってるんですけども、大体3コマ漫画みたいな感じで、序明天皇とか、景行天皇とか、斉明天皇とか、まあ、来られた時の様子を、まあ、書いてますね。白鷺の間って言いまして、道後温泉の場合は白鷺がお岩発見したけど、3000年前にですね、あの白鷺が足を痛めてお湯に浸かって足が治って飛んでいってる。で後ろはこう湯気のこう歌っている様子ですね。暑いなと思ったら、こちらに、あ、ちょっと戻れないですね。お、すごいな。中庭が、ね、見えます、はい、うん、あ、はい、オナリモンといいまして、あの本館の後ろの方にもあるんですけども、はい、ここもあの皇室の方しか向こうは入れないんですよ、はい、まあ、あの皆さん誰でもどうぞ、はい、として入ってますか、押して押して押してもらう、オナリっていう感じですよ、どうぞ。畳の匂いがするぞ。失礼いたします。先に先に置いていただきまして、はい、色が3
ございますので、はい、どちらかお好きな色を一つずつ選んでいただくんですが、どちらの色がよろしいでしょうか。これが、有神殿を模して作られた浴槽というか浴室だそうです。昔の人はこういう、昔の偉い人か、うん、偉い人は裸で入らずにこういうものを着用してお風呂に入ったそうです、うん、入るよ、うん、おいい湯ですよ。いい湯、いい湯です。そう、熱くない。これ以上ね、うん、あのお湯がね、うん、たまらないようにそこにオーバーフロー感がある。てるけどね。思いっきり張り付きますよ。思いっきり張り付きますよ。思いっきり張り付いてるね。ところに湯玉、コットの冷たいお水、これは最初からあります。これがあるのとないの全然違うよな。まあまあね、うん、すごい汗かくもん。ありがたいね。ビールとか持ち込んで飲んじゃダメですよ。ありません。インターホンで頼んだり持ってきてくれてない。インターホンで頼んだり。すごいね。でもアルコールがありません。
白鷺緑茶。あらら、これはゆずあんです。ゆずあん。4断面図。ぴょん、断面図。なんか坊ちゃん団子をなんか上品に形を変えたって感じなんかそんな感じやな。陛下にお出しした時のその感じ違うの？違うんじゃない？そうか。いや多分そうやね。すごいなこれ、うん、これもまたなんか伝統工芸品だからね。わかんない。特別室超楽しかった。超楽しかったな。あ、うん、90分あっという間やったな。あっという間うん、うん、2人で5300円したけど、うん、これは値打ちありますね。値打ちあります。はい、じゃあ帰りましょう。はい、名残惜しいですが、はい、行きます。帰ります。引くでした。アスカの言う、あのおじさんの話全然聞いてないね。言う、あれで言うって言うの？そうって言ってたでしょ。言うと泉って書いて言うって言うの？そう、昔はそういう風に呼んでたんでって言ってはったでしょ。はい、ちゃんと聞きましょうね、おじさんの話は。はい、行きましょう。なんかあの椿のオブジェがとてつもない金額らしいです。聞こうと思ったけどよう聞きませんでした。あそこの廊下にも出れますよ。出れるね、うん、涼むのにはいいかもしれない。なあ、いいよね絶対、夏とかね、うん、よし行こう。はい、鳥が光ってる、うん、それとあそこにすごい人だかりがあるから何かなと思ったけどよくわからん。え、みんな風呂入るの待ってるの？うわ、すごい。若者に人気だとは思わなかった。見てこのお風呂待ちの行列、すごい。フレンチトーストが来ました。わっわっ。